顔に不安って書いてあるよ。え？起動したよ。起動した？うん。パソコンはね、ウイルスが一番心配なんだよ。大丈夫。はい、こんにちは。まーちゃんぬるま湯原です。今日はこちらですね。うん。2018年7月26日に発売された国内初の小学生向けパソコン、初めての自分パソコンを紹介したいなと思います。はい、じゃあ早速こちら開けてみましょう。はい、おやおあれ、なんだこれは。よいしょ。はい、なんとお道具箱に入ってるんだね。面白い。すごいね。じゃあ開けてみてくれるかな。よいしょ。はい。おはい、中にはこの初めてガイドと取扱説明書とローマ字入力表が入ってるね。入ってるね。これありがたいね。うん、これちゃんと立つね。置いておけるんだね。で、ちゃんと後ろにも書いてある。そしてこれが本体かな。うん、おすごいすごいすごい。で、中には AC アダプターでしょ、タッチペン、そしてマウスも入ってるね。すごい。ちゃんとお道具箱だから、うん、ぴったり入るようになってるね。おじゃあパソコンを取り出して、えいや、これはい、おー、綺麗。ちょっとね、なんかこう加工してあるの、うん、滑りにくいね。あー、いいね。仕様になってるね。うん、でこれ見て、こっちこっち側も滑り止めみたいなのあるね。うん、すごいすごいね。うん、ちゃんとさ、このお手入れしやすいよな。おー、そんな加工がされてるんだね。うん、はい、じゃあ線など伝えてみましたんで開けてみようか。うん、はい、パカ、お、なんかいろいろ入ってるね。パパ、これ持ってて。はいはい、これチカチカ入れて、うわー、不安で不安でたまらない。顔に不安って書いてあるよ。え？じゃあ初めての自分パソコン起動するよ。分かった。パソコンはね、起動が遅いんだよ。 SSD だからすぐに起動するよ。あ、そうなの。うん、起動したよ。起動した。うん、パソコンはね、ウイルスが一番心配なんだよ。大丈夫、ウイルス対策ソフトのマカフィーが入ってるから安心だよ。あ、一緒に設定しよう。わかった。ようこそマカフィーディブセーフ。そうだね。では開始。アカウント情報、安全な保護を行うためアカウント情報を取得しています。完了。ハッカーから個人情報を守るファイアウォールをセットアップしています。おお、安心だな、これは。おお、あ、出た、ウイルススキャン。 OK、 セットアップが完了した。保護状態を確認しましょう。始める。安全だ。おお、よかった。ご家族がアクセスできるウェブサイトを制限することができます。これで危険なサイトをエイシン君が見なくても済むようになる。よかった。なるほど。すごい。これならエイシン君が一人で使っても安心かな。うん、パソコンの機能は分かった。でもさ、パソコン濡れた手でさって壊れちゃうよ。キーボードは防滴だから大丈夫。でもタッチペンで画面つついたらすぐ壊れるでしょ。傷つきにくい画面、ドラゴントレイルだよ。おう、とにかく安全だから大丈夫。おう、そうか。不安から解放されたよ。よかった。これなら安心だね。うん、それとこのパソコンね、見守りユーティリティっていうのがあるんだって。うん、それで3つ紹介したいんだけれども、まず1つ目が、衝撃があったらお知らせしてくれる。うん、やってみようか。うん、ちょっとパパ揺すってみるよ。うん、いくよ。開いた。揺らさないでねって書いてあるね。福丸がクラクラしてる。お知らせしてくれるんだね。おで、次はですね、近づき検知。うん、要はですね、パソコンこうやってると熱中して近くまで来ちゃうでしょ。あ、うん、これがね、2分以上続くとアラートが出るんだって。おお。ちなみにね、上部のこのカメラ、うん、この30センチ以内に入った時に、うん、カメラがこう検知して、それでアラートが出るらしい。おお。で、後ろからこれはパパが見てるよ。うん、お、画面から離れようって出た。
あー、これはいいね。うん、こういうのあるとやっぱ熱中してるとさ、どん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 近づいていっちゃうからさ、だから画面から離れようとするのいいね。出てくれると助かるね。うん、で最後に長時間利用だね。うん、長時間利用は1時間ね続けて利用してると、うん、福丸が注意してくれるんだって。おお、じゃあこれもちょっと1時間じゃちょっと遊んでみようか。うん、あ、休憩しようって出たね。出た出た。あ、これだね。うん、これが1時間ねずっとやり続けてると出てくるんだね。うん、こういうの出てくると長時間やんなくて済むからいいかもね。うん、あ、実際に使ってみてどうだった？このアットメニューが使いやすかった。あ、使いやすかった。これね、うん、見る、作る、学ぶ、プログラミングをするが全部できるから ね。そうね、一つにまとまってて分かりやすいよねこれね。うんうん、じゃあこのプログラミングやってみようか。うん、はい、開く。プログラミングゼミ。画面をタッチ、画面をタッチしてスタート。ニックネーム、エイシンがいいかな。うん、オッケー。読み込み中。こんにちは、僕はソラモン。ヒントを見ながら一緒にプログラミングしようね。お、ヒント。あ、ヒント、キャラを増やしたい。うん、キャラを左から右に持ってくる。来た。あ、お、キャラがタッチされたら、あ、どっち方向に歩くかってあるんだ。とりあえず前に歩く、うん、ジャンプする、大きくなる、大きくなる、隠れる、隠れる。お、これで右の再生ゴー。じゃあキャラにタッチするんだよ。まずタッチしたら、タッチしたら上に歩いてジャンプする。おー、すごい。ちょっと上行って隠れちゃったね。うん、何やるつもり。おっと、お、全員が全員ウェーブしてた、ウェーブしてた。それでね、このパソコン 2-in-1 コンバーチブルって言って、なんと変形するんだね。うん、いくよ。まずこうね、縦にこうするでしょ。うん、そしたらこれの画面がね、グリーンと反対が取れるんだね。すごいね。こちらね、テント型だね。すごいでしょこれね。しかもね、画面ちゃんと180度回転してんのよ。ほんとだ、すごい、ね、すごいよね。うん、YouTube でマヤチャンネルを見せて。あ、出た出た。あ、出たね。うん、お、出た。おお、ちゃんと、しかも音がいいね。うん、これスピーカーが上に来るんだね。うん、あー、素晴らしい。すごい。これがテント型ですね。うん、そしてもう一つあって、それがタブレット型です。タブレット型はここぴったりねする感じ。これでお絵かきしてみよう。アットメニューから 2D や 3D の絵が描けます。これだね、ペイント 3D。 そうだね。うん、これで絵を描いてみましょう。はい、新規作成かな。うん、じゃあ描いてみて。うん、おお、あ、筆っぽい感じにね、ちゃんと筆圧が出るね。うん、お、何描いてんの。なんか川川すごいね、アーティスティックな川だな、なんか。はい、エイシン君できました。ちょっと待って、メガネメガネメガネはさ、あ、赤でちゃんとフレーム描かないといけなかった。うん、それでこそエイシン君か。はい、はい、じゃあ終了してください。シャットダウンしています。はい、じゃあエイシン君、道具箱にしまいましょうか。はい、じゃあまず閉めて、うん、で、マウスはそこでね。うん、まずここ。よし、じゃあパソコンしまうね。うん、はい、しまっちゃってください。よっ、これセット。はい、じゃあこれで閉めて。あー、やっぱこの道具箱いいね。うん、これでどこにも持ち運びできるしね。うん、機能満載で安全なパソコン、いいね。うん、これならパパもね、安心して使わせられそうだし、うん、2020年から始まるプログラミング教育、うん、あれの準備がしっかりできそうだね。うん、これを使ってプログラマーとかイラストレーターとか、うん、ゲームクリエイターとか、いろんな夢を叶えられそうだね。そうだね。はい、ということで今回は小学生向けのパソコン、初めての自分パソコンでした。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。